アレックス・バルドリーニは、イタリアチェゼーナ出身、ペーザロ在住のオートバイレーサー。現在ロードレース世界選手権、元2クラスに参戦中。またレーサー業と並行して、高校卒業後は、ウルビーノ大学でコミュニケーション科学を学んだ。1993年、8歳の時からポケ、バイレースを始める。1999年からは、 イタリアロードレース選手権 125CC クラスに参戦を開始し、2000年にはシリーズランキング4位に入った。また同年にはワイルドカード枠で地元イタリア GP に出場し、ロードレース世界選手権にデビューを果たした。翌2001年にはヨーロッパ選手権でシリーズ3位、シブレシリーズ8位を記録した。125CC クラス2002年。 バルドリーにはユーグッド3000アブルッツォチームからロードレース世界選手権 125cc クラスにフル参戦デビューを果たした。開幕戦日本 GP で14位に入ったのが唯一のポイント獲得となりシリーズランキング34位に終わった。250cc クラス2009年イギリス GP2003 年シーズンは 250cc クラスにステップアップし、 マッテオーニレーシングチームからカスタマー仕様のアプリリアを買って参戦した。ドイツ GP、マレーシア GP と2度10位に入ったのがベストリザルトとなりシリーズランキング17位と成績は改善した。2004年も同チームに残留し最終戦バレンシア GP での10位が最高位でシリーズ18位となった。ちなみに前年のバルドリーニのゼッケンは 26だったが、この年以降は26番をダニエル・ペドロサに譲り、自らは25を使用している。2005年はカンペテーラ・レーシングに移籍し、関口太郎のチームメイトを務めた。カタルーニャ GP で10位に入ったのがベストとなり、またもシリーズ18位となった。2006年シーズンはマッテオーニチームに戻り、第3戦トルコ GP で、 自己ベストを更新する8位に入賞した。その後第11戦チェコ GP で上腕骨を骨折し2000欠場を強いられたものの、シリーズ16位と成績を若干向上させた。2007年には、キーファーレーシングチームに移籍し、デューク・ヘイドルフのチームメイトを務めたが、目立った成績は残せずに、シリーズ22位に沈んだ。 2008年は再びマッテオーニチームに戻り、2戦で11位に入賞したのがベストリザルトでシリーズ17位となった。250cc クラス最後の年となった2009年シーズンは WTR3 マリのチームに移籍。ウェットレースになった第10戦イギリス GP では自身初のファステストラップを記録した。最終戦バレンシア GP で 自己ベストタイの8位に入り、これまでで最多となる41ポイントを獲得し、シリーズ16位を記録した。元2クラス2010年、バルドリーには 250cc クラス後継の元2クラスに、カレッタレーシングチームから参戦した。同チームの運営母体はかつて所属したことのある、カンペテーラレーシングである。シャシーは、40代長が参戦する、同クラスにおいて、 唯一となる ICP 製を使用した。第17戦ポルトガル GP では、ステファンブラドルと激しいトップ争いを展開した結果、グランプリ3143戦目にして初、表彰台に立った。この年のシリーズランキングは19位となった。2011年シーズンは、フォワードレーシングに移籍し、元2クラスに、継続参戦する。 ありがとうございます。